まあ、いくつか問題があるんですけども、まず世界中がねロシアに対して経済制裁をかけてロシア産のものを買わないということにしましたよね。全く買わないわけじゃないんですけども、かなり制限をかけました。ところがロシアが天然ガスとか石油とか、ヨーロッパに売れないもんですからダブついちゃってるわけですよね。それをきれいさっぱり買ってくれてるのが中国とインドなわけですね。ですから中国とインドが対ロシア経済制裁網に穴を開けてると。要するにせっかく世界中でね経済制裁かけているのにそれを無力化してしまうね。だから中国もねインドもロシアのも買うんじゃねえぞっていうね、そういう構造にあるんですけども、でも日本も買ってるわけですよね。まあサハリン1、2、本来はサハリン、カラフトは日本のものなのでね返していただきたいというのはまず前提にあるんですけども、でサハリン1も2もねヨーロッパのエネルギーの会社が権益を持ってたんですけども撤退しちゃいましたよね。いやすごいですよ、権益取るのは大変ですけどもね、手放したら損するんじゃないかということで、ヨーロッパの大手ガス会社エネルギー会社がもう放棄してしまったわけですよね。そしたら中国勢とか入ってくるわけなんですけども、そうそうエクソンモビルね、私はこの番組で日本はもう手放すべきだと、撤退すべきだとでこの番組で言ったんです。でも結局経産省も三菱商事も、三井物産も手放さなかったんですね。だからスケベ根性ですよ。だってせっかくこれまでお金入れてきたし、安く買えるから、得だよねっていう、それは得でしょうよ。でも天然ガスをロシアから買うというのは正しいのかと。だってせっかく世界が経済制裁かけてねインド、中国何買ってんだって言っときながら、いや日本も買ってますって話になっちゃってるわけですからね。日本って、まあ、目先の損得だけではなくてね、その行為が正しいのか正しくないのかっていう、そういうねちゃんとした倫理観とか善悪をちゃんと判断してた国だと思うんですよ。まあ、日本の良さって王道だと思うんですよね。要するにこのサハリン1、2の権益を持ってロシアから今ね、ガスを輸入するっていうことはこれ邪道なんですよ。儲かりますよ、安く買えるわけですからね。でもこれはこそこそ買わなきゃいけないわけで、ヨーロッパの人が見たらはぁってことですよ。もうヨーロッパはねロシアのガス買わないって決めて、そしたらもう電気代からガソリン代とか高騰しちゃって今もう大変なことになってるわけですよ。それで省エネ省エネ省エネやってね、もうロシアのガスが来ないけどなんとかやろうって努力してんのに、日本はいや安く買えたらいいから買い続けてますって、これヨーロッパの人聞いたらもう激怒しますよ。だからこそこそ買ってるわけですよね。そらね目先のねことを考えたら得かもしれませんけど、日本って目先の損得にね惑わされずに、やっぱりの国際社会においてねこれ正しい行いかどうかっていうことで、これまで判断してきたと思いますよ。いつから日本はこういうせせこましいねずる賢い、ずる賢いっていうかまあ汚い国になってしまったのかなというふうに思うと、まあちょっとがっかりします。あ、そうそう、みっともないって言葉いいですよね。みっともない、せせこましい、小ずるい、本当はね大手を振って言えないんだけども隠れていい思いをするというですね。でエクソンモービルはもう1兆円とか2兆円放棄してるわけですよ。でそれだけのお金損出してるわけですね。エクソンモービルの広報部だかトップだかが言ったことをねこの番組でも、取り上げましたけども、そんな1兆2兆損出して大丈夫ですかというのに対して、いや大丈夫ですと。今ねエネルギー価格高いからその何倍もよそで稼げるから、日本円でいうと1兆円2兆円確かに2社ぐらい出してるんですね。それはもういいと、もっと稼げるんで大丈夫だと言って次に行ってるわけですよ。で日本はそこにしがみついてるわけですよね。せっかく手に入れたこれどうしようみたいになっちゃってるわけで、ですからまあエネルギー安保とか考えたらそりゃそうでしょうよ。三菱商事だって三井物産だってでかい金出してね、なんでエクソンモービルみたいに、いやいやもう何千億とか1兆ぐらいもういいですと、だってほら資源エネルギーだからっていうのは商社稼げるわけですから、他で稼げるんでもういいです、はい次ってね、そのぐらいのことを言ってほしかったですし、なんかちょっと国際社会で恥ずかしいですよ。ロシアふざけんなとか言ってる割にロシア製品買いまくってることですからね。これはちょっとね、やっぱりこんなにウクライナかわいそう、ウクライナ支援しなきゃってやってるくせにロシアのもの買うっていうのは矛盾してるんですよね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。